あなたの体、急激な変調が始まってますね。手遅れになる前に見せてください。正しき道とは、誰かが作った道です。その賢人の道に答えがないのなら、自ら作ればいいのではありませんか人間の肉体が持つ可能性にも、災害というものがあります。あなたの怪力は、ちょっと不自然ですね。 私は何かを間接できる身分ではありません。ただその下法を解きたいのならお力になれるかと思います。私の前から消えてください。あなただけでなく、このファウストも死にかねないですから。解決に見えて、実際は風によって凝縮された姿なのですね。それが解かれる前に決着がついてよかった。 あなたの眼差しは暗戒を避けていないし、見ようともしていない。きっと気づきもしない。強い人ですね。いや、あなたの模倣は完璧でしたよ。決着も運みたいなものだった。でもあえて聞きますが、何か得がありますかあなたの体質は医学では対処できない。正確には、私の医術をもってしてもです。 何者なんです、あなた。私、実は眼科もいけます。あなた本当はその視力、尋常じゃなく高いですよね。なんでそんな髪型を。吸血鬼と言っても、生物学的には人間と大差ないですからね。絡めてなんて枚挙に糸まがありませんよ。ファッションには疎いのですが、 露出が過ぎる服装は倫理面だけではなく女性の健康によくありませんよ。寝る子は育つと言いますが、寝ない子が育たないわけではないですよ。あなたのスタイルの必然性は、そうか、ノーですね。人間を敵視する者が感情や哲学で人間を忌避していないとすれば、世界が我々を拒んでいるということですか 過信満身身勝手な攻撃。武の死なら説教の一つもしましょうが、あなたは楽しそうなので、それでいいと思います。決鎖も至れば神聖なり、私が未だ飲み込めない言葉です。その笑顔が私と同様、不安の仮面でないことを祈ります。答えに導く道もあれば、道そのものが答えであることもあるのですね。強いわけです。 あなたが優秀な勝負師である以上、私は燃料せず戦います。心理戦では勝ち目がありませんからね。技術も才刊もあるのに、歴史を感じない。人間の成長曲線上ではあり得ない。料理の道も入信に達するためには、心身を自家躍老中の者のに導く必要がある、ということですね。 人を癒せる力は壊す力も伴います。あなたの優しさが私に勝ったということですね。有権な心なくして健全な人生はあり得ません。不死がその原因であるならば、恐れこそがあなたにとって薬とでも言うのですかそれでいいんです。人を傷つけるための力なんて、あなたには不要なものなのですから。 復讐とは、霧を相手に刀を振るうようなものです。それが無駄だと気づいた時しか、切ることをやめられません。私はそれを知ってるんです。えーっと、そうですね。私の頭に刺さってますよね、あなたの名刺。ほらこれじゃ見えませんよね、あなたの名刺。使い方合ってますじゃあ私もお返ししないといけないですが